国技館オープニングマッチは切り込み対隅田川激墜です。まずは全日本女子赤コーナーの両選手です。さて渡辺智子選手、今日は随分気合が入っているように見受けられるんですが、今日この国技館に出場するということは夢のようなんですけれども、相手の2人に手こずるわけにはいきません、はい、対抗戦の原点に帰って第1試合からハイテンションで頑張ります。はい、ガンガン行っていただきたいと思います。そして白鳥千佳子選手です。今日はどうですか？まだ対抗戦で自分からホールを奪ったことがないので、今日はその意味を込めて穂積選手を狙っていきたいと思います。第1試合から前場が勝って勢いをつけていきたいと思います。はい、第1試合大いに盛り上がっていただきたいと思います。そして青コーナーは LLPW から穂積詩子、レオ北村タッグペアです。さて穂積選手、もうジュリアナのお立ち台は取っ払われちゃったんですけれども、まだまだ踊ってくれるんですか？そうですね、両国で踊れるなんて景気づけに、踊りまくりたいと思います。嬉しそうですね、はい。試合の方はどうですか？試合はやっぱり LLPW の魂を見せたいと思います。はい、頑張っていただきたいと思います。そしてレオ北村選手です。今日はどんな意気込みを見せてくれますか？はい、今まで対抗戦では LLPW は前場に負け越してるんで、今日はまず第1試合目の自分たちが勝って景気づけたいと思います。隅田川に落ちるのは前場チームです。はい、という発言が出ましたが、果たして撃墜されるのはどちらのチームでしょうか？本日のオープニングマッチ、切り込み対隅田川撃墜、20分一本勝負を行います。オープンは NPW150 パンスレオン。さあ国技館長女殿戦闘ファイナル、いよいよオープニングマッチです。切り込み対隅田川激墜と題しまして、20分一本勝負、全日本女子プロレス渡辺智子、白鳥千佳子対穂積詩子、レオ北村の一戦ということになりました。はい、第1試合のゲストなんですけれども、LLPW の舘野のりお選手です。ごめんなさい、よろしくお願いいたします。どうも。いや今日慌ただしいですからね。慌ただしくてね、すいませんでした。さあまずはゴング鳴りましたけれども、まずはいきなり2プラトンの、おっと、しかしレオが場外で待っていた。いきなり飛ぶのか。さあジュリアナ詩ちゃんのまずはプランチャーヒットしました。当初ねこの試合は、6面だったんですけれどもね、沼っちの首の負傷欠場により、急遽タッグマッチ変更ということになりましたけれども、なんか遠藤選手6人タッグからちょっと怒っちゃってかわいそうですね。そうですね、はい、おっとこれは、前回もねこの武道館でしたが、はい、人間お立ち台状態というのがねこの穂積ありましたけれども、ありましたね、3人がかりですね。はい、先手を取ったのは LLPW か。さあドロップキック、田中選手、はい、北村選手のなんていうコンディションですかね、だいぶ良くなってきてると思うんですけど、やっぱり本当の調子ではないことは確かだと思います。なるほど、はい、なんかどこが悪かったんですか？甲状腺が、はい、再発しちゃったみたいで。というのはどういうあれなんですか？熱が出る病気だと思いますか？自分もよくそこまで確認で分かんないんですけど、ええ、体に力が抜けちゃうそうなんですよ。あ、なるほど。練習とかしてても、怪我じゃないからなおさらですね。怪我じゃないんですね、はい。まあ、その辺がね、試合が長引いてくると微妙にねスタミナあるいはその辺に影響してくると、そうですね、ちょっと心配ですけれども、リング上は渡辺智子、そして穂積詩子ということになりました。リング中央、
今日は黒のコスチュームでね、真骨頂という感じですが、あっとこの辺はパワーに物を言わせた渡辺智子、この人またウェイトアップしたんじゃないですか。でも今なんか本当渡辺らしかったですね、良かったですね、強烈ラリアット、ええ、あのなんか今やらないといけない時なんですよね、渡辺選手って。さあこの辺もね、昔はまあルチャ殺法というふうにね一口で言ってたんですけども、だいぶ重量感増してきましてね、まあ、あのルチャは似合わないというルチャという出ちゃいました、言葉では語り尽くせないものになってきましたけれども、ルチャってやっぱり軽い人がやるもんですね、でもうちょっと動きが軽いというか身が切れるというか、はい、もうちょっと喧嘩殺法やったらいいんじゃないですか、あの人は、うん、さあそのレオにタッチ、しかしこの白鳥がこのドロップキックにね今活路を見出そうという、このこれはでも、ノリオ選手ね、はい、こういうドロップキックの 連発っていうのは、はい、全日本女子のトラディションって感じですね、はい、自分はできなかったですけどね、そのバトミのドロップキックは、はい、重かったとか、向いてなかったんでしょうね。そうですね、パートナーの山崎樹なんかは、はい、切れすぎたから、もうそのバトミの、ね、はい、ドロップキックすごかったですね。 JB エンジェルス、ちょっと鼻血出てますか、あの穂積ね、はい、先ほどの鍋のドロップキックですか、ドロップキック、あ、ラリアットですね、ラリアットか、なんか、あ、エルボーが起こってきた時ですね、きっと痛いんですよね、考えると破壊力抜群という感じがしますけれどもね。さあ、なんとかサードロープエスケープ、このホズミもだいぶこう吹っ切れてきたというか、もうすっかりねジュリアナスタイルで活動を見出してね、すっごい良くなりましたよ、はい、レスリング的にも随分変わったんじゃないですか、はあ、やってることはあまり変わってないと思うんですけど、はい、技に重みが出てきたんですよ、一つ一つ、まあ一つ一つ動きに張りがあるって感じですね、はあ、だから今プロレスやってるぞみたいな、なるほどなるほど、体がないですもんね、もともとね、だからでもすっごい筋肉質なんですよ。ああ、そうですか、あの太ももなんかはね、すごい、あの大腿部なんかね、お尻なんかキュッですもんね、はい、おっと、これまた見事にボディを預けていった、結構渡辺選手って正直ですよね、今決まった時、やったーって顔したでしょやっぱり、あれですか、選手でもうまくパーフェクトに技決めた時はやったーって感じがします、思いますよ、そりゃそうですね、これだけのね大観衆でね、しかも今沸きましたからね、さあカウント2、いやー本当今やったぜって、もう今日はいいんじゃないですか、あれで、あれでわかんない、いやそんなことないけど、これからねまだまだ見せてくれるんじゃないかという気がしますけども、結構ね我関せずに試合に参加して私がこれを見せればもう今日はいいとかね、タックだとそうなりますよね、あ、なっちゃいます、はい、やっぱり自分の一つだけいいところは出そうっていう、なるほどなるほど、特に人が6人だと人が増えれば増えるほど、あ、6人、うん、一発にかけてますから、ね、みんな、いや、やっぱり見た後いたかいなかったか分かんないんだけど、ね、困りますからね、いかに自分がねどこで目立っていくかっていうね、部分もありますからね、おっとこれもレオのフライングエルボーで、カウントはもちろん今日もね、案外北村と渡辺あたりの絡みっても面白いんじゃないですか、うん、ロープに蓋がこのドロップキックは見透かされていた、あそこでね白鳥があんまりボーっとしないでバーッと行けばよかったんですけどね、うん、なんか迷ってるみたいですね、そうですね、今もね、あの歩き方で分かっちゃいますよね、先日のね、はい、すいませんすいませんすいませんって言いながら歩くのが、うん、癖になっちゃって、うん、骨に染み込んでるようなやはりねリング上ではね、これは先輩後輩ないですから、常に中腰ですからね、歩き方が、直した方がいいですね、それは、 あれ悪い癖ですね、はい、おっとこれは LL にはそういうのってないんですか、ビリビラレスないですね、ないですよね、カウントはどうか、カウント2、おっと2人まとめて、なんかあれ重そうな空中殺法で、ね、重いですよこれは、お尻ごと落っこちてきますね、はい、白鳥、うん、これもちょっとね、おっとこれうまく丸め込んでジャパニーズレッグクラッチホールド、カウント2、うん、なんかブリッジは綺麗だけどフォールが柔らかいっていうような感じがしますよね、そしてこのミサイルキックは、あ、やっぱりクリーンヒット、でも拍手もらいましたね今ね、もう一発、一発目の方が良かったですね、良かったですね、
顎の先端、胸板にヒットしていった。強烈なミサイルキック。積極的に、積極的にやるといいんですけど。よいしょ。さあ一転して LLP の W の逆襲か。さあレオがフェイスバスターでリング中央、スープラトンの攻撃は何を持っていくのか。おっ、ダブルのブルドッキングですね。これ新しいですね。はい、新しいですよね。さあ白鳥危ないぞ。カウント2。今日も第1試合はレフリー吉田真理子が務めています。今日の第1試合、おっと、スープラトン、おお、これはファンタスティックフリップの形だったんですけれどもね。スープラトンの攻撃うまく読んでいた。おっ、この体で裏カンナナ、重量感のある裏カンナナでしたけれどもね。それはレパートリーですから、渡辺選手、うん、で、あおっと、このドロップ、バックドロップをかわして、今度は穂積がバックドロップを打っていった。さあ場外では、あームーンサルトがあるんじゃないですか。レオ、これですか。ダイビングボディープレスだったんですけれども、うわ、今膝じゃなくて足を突き立てていきましたね。でしかもやられてからバウンスしちゃいましたよね。この辺がちょっと、あー、そしてこれが、うわー、すごい、キャノンボールバスター新技。え、あー、穂積がカットに入りましたか。いや今完全に決まったかと思ったが、さあ今度は足を抱えてのフィッシャーマンズスープレックス。今完全に決まったかと思った必殺技だったんですけれどもね。カットがありましたから、ね、でもやはりタッグマッチ、北村選手踏ん張りどこじゃないですか。はい、しかし先ほどのキャノンボールバスター強烈に決まった。さあヒップドロップ、軽いからよく飛びますね。そうですね、高さがありますよね。さあそのままホール、おっと、いや危ないところでカウント2。ニアフォールが続きますね。そうですね、立野さん、ここまでの LLP チームどうですか。あ、そんなに、まあ、調子良さそうじゃないですね。あ、そうですか。そうですか、はい、もう一つキレがない。はあっと、このねぐちゃっと片付けて、おっ、あ、カウント3。今のはバックドロップホールド、何度も鈍い音がしたんですけれどもね。でもなんか今日の穂積選手見てると、はい、男性ファンっていうの、はい、男の子のファンに人気があるのがよくわかる。見事オープニングマッチを制しました LLPW のお二人がこちらの方に戻ってきてくれました。はい、お疲れ様でした。第1試合から大変な試合になりましたけれども、勝利を収めました。今の気持ちどうですか。いや、なんか前場にはいつもバカにされてばっかなんで、これぐらいは、あれですよね、って感じです。あ、今日はやってやったっていう感じが結構ありますか。でも渡辺選手とかも全然体重っていうかウェイトが私よりあるんで、結構きつい部分もありましたけど。さあその渡辺選手の、あのキャノンボールを受けて、はい、どうです、結構きつかったでしょ、あれは。悔しいけど聞きます、はい、ねえ、穂積さん勝ってなかったら危なかったです。でも2人で勝利を収めました、どうですか。あ、一応やっぱ嬉しいです、はい、ね、後になってきっとまた喜びが湧いてくると思います、はいはい、どうもお疲れ様でした。お疲れ様でした。ちょっと率直に感想だけ普段出してなかった技とかね、絶対しコーナーのキックとかもすごい、うん、キック当たりが良くて、私がもっと引っ張っていただければよかったんだけど、もうすごいね、すいません、キックもすごい全部今日良かったと思う。すいません、いつも注意してたけど今日本当に良かったと思う。すいませんでした。でも最後ね、ちょっと上がれるかなと思ったけど、やっぱりカットいけるかなと思ったけどいけなかったからね。すいませんでした。ごめんね、もうちょっと早くね、上がれって聞こえて、上がんなきゃと思って上がればよかったんだけどさ、すいません、反応鈍くなっちゃって、すいませんでした。ありがとうね。すいません、どうもありがとうございました。よかった。